はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオでは、JFND のオンライン日本語教師研修で行う行動中心アプローチについてお話をします。まず行動中心アプローチというのは、このヨーロッパの CFR ですね。これで Common European Framework of Reference。これで中心的に取り上げられて注目を浴びました。 その後、ヨーロッパだけではなくてですね、日本を除く世界各地で JF スタンダードの日本語教育、JF スタンダードの中に取り入れられて、ヨーロッパ以外にも普及しました。日本だけは最近まで入ってなかったんですけど、今度ですね、文化庁の日本語教育参照枠に、これがあの中心的に行動中心アプローチを採用しています。 ですので、これで、世界中で、この行動中心アプローチによる日本語教育が普及することになったわけですね。はい。まず日時ですけど、このコースの12月の8日に始まります。29日はお休みで、その後1月もずっと毎週水曜日にあります。そして2月の16日でおしまいです。時間はインド時間では10時半から11時半まで。 日本は3時間半進んでいますから、日本時間では午後2時から3時までになっています。はい、主催者は怪しい人たちではなくてですね、国際交流基金ニューデリー日本文化センターになります、はい。対象はですね、主にインドに住んでいる日本語の先生、あるいは日本語の先生になりたい人ですけれども、 インドに住んでない人でも日本語が話せて、かつその、インドに住んでいる日本語の先生を、例えばネイティブチェックとかで、えー、それで、あの、支援してくれる人でしたら、この、えー、コースに参加することができます。はい、えー、あの、会場はズーではなくて、えー、ズームですね。はい、すいませんでした。えー、っと、で、最終的な目標はですね、えー、っと、ここに書いてあるんですけど、あの、 これはあの、前回の参加者の成果物があの、公開されているウェブサイトです。この QR コードを読むと皆さんもアクセスして、このリンクを一つ一つ開くことができます。で、これを見ればわかると思いますが、そういうあの、自分のオリジナルのコースを開発することが、この、え日本語教師研修の最終的な目的です。さっき仕事系っていうのがありましたけど、趣味系もありますし、 それから生活系、そしてその他っていういろんな、えー、コースがあります。確か44とか45とか、そのぐらいの種類の、えー、コースの教材がありますから、皆さんもぜひ見てください、えー。そのためにですね、まずは自分の強み、他の人は知らないけど、私なら知っているとか、そういうのを、あの、えー、あげてもらいます、えー。実際に医療関係で働いていた人でもいいし、えー、患者だった人でもいいです。患者の経験も非常に大事です。えー、その他もちろんあの武道とかですね。 えー、そういう強みを持っている人でも、えー、それはとてもいいと思います。えー、そして、そういう自分の強みの一つの分野を選んで、えー、その行動リストを出していきます。で、どんな行動をす,、えー、するかのリストが出たら、それをですね、今度は c a n d o ステートメントに変えるんですね。えー、皆さん、あの、養成講座とかで習ったと思いますけど、えー、あの、c a n d o の、あの、c a n d o ステートメントには場面、話題、それからどんな条件があればできるか。 そして、どんな日本語をあの扱うのか。そして、それを読んだり書いたりする。どんな行動をするのかっていう、この4つが入っていますね。そして、それにできるがついて、えー、キャンド o o s t a t e m を作ります。はい。で、えー、このキャンドルステートメントを元に、えー、授業を行うわけですけど、一、まあ、つの例として、えー、本屋さんであの、えーと、地図を探して買うとかですね。そういう授業も、えー、ご,あのご覧に入れたいと思います。 その後は皆さんが頑張って教材を作る期間があって、最後に発表会があります。はい。このコース体験されるとですね、このドアの向こうに全く違う世界が広がっているようにですね、今までに体験したことがない新しい世界を皆さん見ることができると思います。お申し込みの URL はこのビットリーのリンクからも行くことができますし、この QR コードを えーうん、読むことでも、えー、申し込みのページを開くことができます。はい。それでは、えっ、ー、と、この研修で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。フィルム連携。